おはようございます。今日は曇りですね。おはようございます。小前です。曇りですね。今回ですね、いつも愛用している手帳ですね。小さな手帳、こちらどう書いているかというものをもう一度表現したいと思います。ではスタート。毎朝ですね、野菜ジュースをいただいています。非常に美味しいです。今回ですね、前にも紹介した、こちらのバーバリーの手帳ですね。こちらの中身をどう表現しているかというものをちょっとお伝えしたいなと思います。本当にミニバイブルサイズですね。本当にこんな手のひらで収まります。そしてこちらはバーバリーの特徴的なチェックというんでしょうかね、グリッドですね。裏面は何もありません。で、こちらもですね、ここにちょっと傷がちょっといってますけども、ちょっとかわいそうですね。その他はこのホックも問題ありませんね。で、こう開くとですね、バーバリーという、これがまたいいですね。この開いて、ポッと見えるところ。そして、アイコンの生地ですね。結構汚れてますね。で、いつもですね、このクロスのシャーペンをですね、愛用しているんですが、時折ですね、最近ですけども、前にも紹介したペンテルさんの多機能ペンですね。ちょっと多機能ペンと言いながら、中のですね、芯の赤と黒のインクがもうなくなってしまって、今はシャーペンだけですね。私はシャーペンは 0.5 は大嫌いなんですけども、こちらは 0.5 ですね。これを愛用して今は書いています。簡単にですね、中を説明しますね。こちらにカード入れみたいなのがありますけども、ここに入れると、こちらを書いた時にですね、段差が出るので入れていません。そしてこちらには名刺を入っていますね。で、基本的にこちらにインデックスがあります。これは表示とは全く違いますけども、ただのインデックスとして使用しています。よくインデックスというとこのサイドが多いんですけども、もちろんサイドに貼った場合はこう閉じた時にペンと干渉してしまうというのもありますし、あと真下ですとちょっとかっこ悪いかなと。やはりこういう感じで開きたいなと思いますね。これはお客さんの方から見て、その方がいいかなと思います。で、一番裏面は、小さなポケットとこういうポケットですね。こちらには、前に行った動画でも上げたタイのですね、どうもという、どう思うかな、最高のホテルのチラシを入れています。はい、最初のページからずっと、このような経線でですね、できたものを使っています。そしてこちらは次は各物件とかですね、私の場合は、細かな詳細を書く欄にしています。そしてその次が白紙の、スケッチですね、絵を描いてそのままスマホで撮って送信して指示したりします。そして最後はここはですね、YouTube で見てですね、感じたことなどを
まあ、このようにすぐにメモったりしていますね。で、今回はちょっとこちらのページをどう表現しているかというものを書きたいと思います。ちょっと書きづらいのでこういう形にアングルを変えました。で、まあ、こちらのシャーペンですね、 0.5 ですね。非常に気に入っています。こちらも20年ぐらい愛用していますね。で、まあ、普通のこういう罫線でですね、どう使用しているかといいますと、私の場合はどうしても、まあ、普通ではタスクですね、タスクリストがあってですね、でほとんどこれはプロジェクトと、まあ、連動してますので、最初こちらにチェックの項目の四角を書きますね。もう少し濃くしますね。このぐらいで見えるのかな。そしてこちらにですね、物件名をちょっとまあ表現はできませんけども、仮にまあ AAAT にしましょうか。で、物件名をこのように四角で囲います。パッと見て分かりやすいようにですね、目に飛び込むように。そしてこの次に、例えばプラン修正や、これですね、現段階の、想定する項目、これから起こる項目を全部、書いていきます。例えば照明プランや照明の選定、ちょっと書きづらいですね、字がきれいに書けませんけど、で合わせ、実施プラン、そして、発注とか、こういう現段階での想定でこうずらーっと書いていきます。そしてもちろんこちらにもチェック項目があるんですけど、でこちらの欄にですね、まあ、終わったら、例えば6月の20日に終わりましたよとか、終わりましたよとか、たまにこう墨とかも書きますね。で終わって再度修正書いていきます。そしてまた次に、違う物件を書いて、例えばマテリアル選定、サンプル発注、まあ、発注といった感じで、もちろんこの後にもどんどん続くんですけども、ここで一回終わらせます。そしてまた別件ですね、
途中で芯がなくなりました。このような感じで、隅と同時にチェック欄を入れていきます。そして全部終わったら大きくチェックですね。で全部、もし終わったとしたらもう一気にこうしちゃいます。そうすることによってここが終わったよという、すっきり感ですね、色が出てきますので、このような感じでまとめてます。そしてこちらとはちょっと、これはまあ物件ですけども、結構細かな雑項目というのが出てきますね。これはまあ同じように書くんですけども、まあ最近はないですけど、まあ銀行に行かなければいけないとか、こういったものをずらずら書いて、そしてこちらにまあ終わったら、まあ同じく日付を書いたりとかですね、チェックを入れて終わらせますね。まあこうしておくと非常に心がすっきりして落ち着くという感覚になりますので、まあ、そのためにこのようなもので、まとめています。よくこういうノートですね、こうだんだんこう、なんていうんでしょうか、こう曲がってきたりするんですけども、まあ、書き込むことによって、まだこの曲がりもですね、まあ、若い頃上司に、のノート、まあ、システム手帳ですね、その上司は普通のバイブルサイズですけども使っていて、その方も非常にこう書き込みすぎで、この紙がですねもう曲がってましたね、曲がってて反ってたってことですね、まあ、それを見ると非常になんか使い込んでるな、こう手帳を非常に利用してるなって感覚にですね憧れましたね。でよくこういう手帳でいろんなメーカーの用紙を入れると思うんですけども、そうすると何が問題が起こるかというと、ここの微妙にですね、ここのラインがカチッと揃わないんですね。もちろんバイブルサイズですね、紙はこう少し若干遊びもありますので、ここがですね非常に揃わないと、なんかこう向こうから見てカチッと感がないような感じがして、できるだけ同じメーカーで揃えるようにしています。ほとんどはですねこの形成のタイプを愛用しています。もう一つこのように、真っ白い、無地を愛用してまして、でこちらにはもちろん、スケッチですね、まあ、ディティールをこのように書いたり、またこの用紙をですねこのように横に使うことでまた新鮮な手帳ができます。そして、よくやるのが、まあ、このように自分のデザインしたものをもう一度空間で、確認しながら書くことによって、もう一度イメージを高めていくと同時に、何かもっとそのアイデアが生まれることもあるので、この常にこう書きながら確認するっていう作業をしています。また新しいアイディアみたいなものが出てくる時もあります。はい、このような感じに、使ってますね。バーバリーのこの薄いブルーがまた綺麗ですね。
はい、今回はですねバイブル、ミニバイブですね、サイズの手帳ですね。こちら本当にもう10年ぐらい愛用してますけども、まあ、途中でちょっと赤い通常のバイブルサイズを利用したんですけども、どうもちょっと使いこなせませんでした。やはりこのサイズ感がいいですね。この手に収まる感じも非常に気に入っています。そして、まあ、よく現場へ行くことが多いので、まあ、こうちょっともっとですね書くのも非常にまあ安定感があっていいかなと思います。あとは何といってもこのレザーのですね、しなっていく感じ、朽ちていく感じがまた楽しみの一つになります。よくですね、茶のレザーはですね、こう色の変化もあって非常により楽しめるかなと思うんですけど、どうしてもちょっと茶がですね、自分には合わなくて、どうしても黒いつぶりでまとめます。皆さんはどういう手帳をお持ちでしょうか。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。